さあゲートは開きました。ちょっとばらついたスタートになりました。大したことはありません。何が行くのか。黄色い帽子2つメルシーアトラ日動サンダーでありますが、外から14番のオースミロッチも果敢に先行策、4番のエイティンアドバンスも出ていきました。メジロライアンはちょうど中段のやや後ろといったところで、外を通っています。アズマイーストが見えました。ゼッケン番号11番、これがメジロライアンでありまして、外を通りまして中段よりちょっと後ろといったところであります。その前にユートジョージがいました。前の2頭が飛ばしました。先頭は4番のエイシンアドバンス、これが先頭で1馬身半から2馬身のリード。14番のオースミロッチが2番手であります。それからその後ろでありますが、黄色い帽子がメルシーアトラ、それから赤い帽子ちょっとかかり気味がグローバルエース、内を通って3番のスーパーシンザンであります。その後ろから2番がアズマイースト、その外が日動サンダーでありまして、メジロライアンがまだ来ない。11番メジロライアン、それを囲むようにして外からずっとシンボリデーバー、ちょっとこれもかかり気味、7番がユートジョージであります。メジロライアンがちょうど落ち着いた感じで第3コーナーに向かっています。その後ろから7枠成田はやぶさ、12番が新帝王であります。その後ろ8番の鶴丸三股王、そして玉もはやと15頭、これから坂を上ります。さあ固まってまいりました。徐々に各馬固まってまいりました。11番のメジロライアン、横山典弘騎手がっちりと手綱を抑えてこれから第3コーナーの下りに向かいますが、さあ前の方はどうなってますでしょうか。前の方でありますが、前の方依然として4番のエイシンアドバンス、エイシンアドバンスが先頭、それから14番のオースミロッチでありますが、ライアンを置いたメルシーアトラと、それからシンボリデーバと、その後ろから緑の帽子メジロライアンが外を通って上がってまいりました。さあ第4コーナーであります。ユートジョージも差を詰める。第4コーナーをカーブして直線に入ったメジロライアンは一番外5投目でありますが、さあ画面からライアンが消えた。もう一度メジロライアン、ちょっと伸び足がいいことはない。さあどうか、これから追い込んでくるか。ライアン来た。しかし先頭はオースミロッチか。オースミロッチ先頭か。大外からメジロライアン一気にかわしたか。ライアン先頭か。内の方でグローバルエースが一番内、外がメジロライアン、わずかにメジロか。